からへんやろ。まね、うんし見た、かおりちゃん卒業発表したんでしょ、ツイッター見た、かおりちゃん、かおりたーん、寂しいねってね、寂しいよ、かおりちゃん同い年だよねって、同い年よ、西かおりちゃんと、そう、長木かおりちゃん同い年です。いやでもね、もう卒業を決めるメンバーって本当に今までね、きっとたくさんたくさん悩んで考えてからね、その上での卒業発表だからね、まずはお疲れ様だね、卒業発表お疲れ様、うん、ね、生誕祭で卒業発表つらいねって、そう、まあでもさ、こちら側としたらさ、メンバー側からの気持ちとしたらさ、やっぱりさ、生誕祭で自分のファンの方がたくさん入ってくれてる劇場公演で発表したいっていう気持ちはすごいわかるからね、まあね、ファンの方はお祝いね、お祝いでこう来てるから寂しいと思うけど、でもやっぱり自分のね、ファンの方の前で痛いよ、まあね、この辺は難しいけどね、うん、まあね、もちろんさ、寂しいけどさ、寂しいけど、なんだろうね、うん、難しいよね、いつか訪れる時が来るって、うん、まあ、誰しもね、まあ、AKB48 が解散ってならない限りは誰しもが通る道だと思うので、うん、大西さん卒業しないでね、イエーイ卒業しないでねはあれだよ、それはだって大西だって100歳まで入れるわけじゃないからねそうだよ、そうだよ、100歳まで入れることはないから、きっといつかは卒業はするのよ、
ずっといたらだと100歳までいることになっちゃうんだよ。みんないる？まだ大西が100歳になってアイドルしてる時まだみんないる？なんかほんと尊いよね。尊いというかさ、なんだろう、わかんないけどさ、今このさ令和4年のさこの11月1日というさ今日という日をさ、みんなが生きてるってすごくない？って思うのよ。そんな中でさ、たまたまさ今のこの現代を生きてる方々がさいてさ、でたまたまどっかでさそのアイドルであったりさ芸能でさ好きな人を見つけてさ、でさねこうやって出会うことができるってほんとすごいよね。出会いがあれば別れは来るんです、人生。アイドルとファンとかじゃなくてもね、人間として生きている限り出会いがあれば別れは来るんです。そう、そうなんです。だから本当にね、押せる時に押してくださいっていうことよね。別に恩師のこととかじゃなくてアイドル全般っていうか、なんかそういうもしね芸能とかで好きな人がいるってなったらね、でもさ、たださ大西の言うこれもめちゃめちゃ綺麗事ではあると思うのよ。なんだろうね、だって私たちはさ人間でさ、その大西はその芸能の人を本気で好きになったことはないのね。なんかもちろん好きそれこそあの桃色クローバー Z さんとかね、そう好き、でもなんだろう、こうファンとして会いに行くこともなかったから、そう昔はね奈良県をねそんな出れる出てこうなんだろう、アイドルを応援しに行けるようなそうあれではなかったので、そう危ないってなってね。だからそういうなんだろう、本気で好きになった人が自分の目の前から去ってしまうっていう経験を、まあそらさ普通の人生生きててはあるよ。でもそういうさファンとしてアイドルを、アイドルとかそういう芸能の活動をしてらっしゃる方との関係では恩師はないから、そう、お店が今言っていることもね、聞く人が聞けばなんやねんって多分思う言葉なんだろうなって、うん、思う。だからきっとねファンの方も辛い気持ちとか悲しい気持ちとかで多分ねたくさんだとは思うけど、押せる時にっていうの近々卒業発表するアイドルがよく言うセリフかもやって、
そんなことないよ。もしこれ何年前に言ったかな、押せる時に押してくださいみたいな。7年前ぐらいの生誕祭で言ったから大丈夫。まだいるよ、おいし。言い続けてもうだいぶいるよ。ずっと言ってるって。そう、ずっと言ってる。ね、まあ、まあ押せる時に押せっていうかね、もう人間全般的にね、会える時に会っておいた方が絶対いいし、家族とか特にね、ありがとうって言える時に言っておいた方がいいし、もしもね、ちょっと早く奈良に帰れるように頑張ります。それが名言になってあちこちのアイドルが言ってるよってね、思った。押せる時に押してくださいってさ、実はさ、いや知らん、大西が知ってる限りではさ、大西ちゃん最初に言ったんじゃないと思ってた。そう、その後からよくその言葉をね、よく聞くようになって、あ、もともとみんな言ってたのかなとか思ったけど、もしかしたら大西パイオニアかもしれないよ、その言葉の。そう、そうなのよ。あと大西ね、あれのパイオニアだと思ってる自分。今やってる人少ないのかな、勝手に自分がパイオニアやと思ってるけどさ、あの音楽をランダムに流して踊るっていうやつ、あれも大西に一発目やと思うの、勝手に勝手に。なんかランダムなんかあるのよ、なんか YouTuber の方とかもね、よくやってる。そう、あれは多分大西がやり始めた。知らんけど、全然知らんけど、昔からやってたのって。違うのよ、なんか AKB 入る前とか入った後とかもそうやねんけど、あのおうちでよく踊るのね、勝手に。そうで、なんかこうランダムで流してそれをに対応して踊るみたいなゲームをやってて、自分の中で。そうで、この企画をいつかやりたいみたいな思ってて、ショールームの何周年かの配信の時にやったのよ。そっからね、そのねゲームをよく見るようになったの。でもそれは勝手に大西がそう勘違いしているだけで、きっとねそのゲームはあったんだよ。でも自分の中ではそう思ってるの。その方が幸せでしょ、世の中には。言ったもの勝ちって、言ったもの勝ち。じゃあどっちも大西です。しらき、眠い。うーん、月始めやでってね、昨日月末やでってやんなかったんです。誰かやってたんだよね、それ見て、あっと思って。
もう11月だね。あと2ヶ月になったよ。そうだよ。サンタさんにお手紙書いたって。書いてない。サンタさん来てくれるかな。そう、何が欲しいんやって。なんだろうね。土地とマンション一棟かな。 AKB やってて楽しいですか。楽しいよ AKB。 AKB 楽しいよ。 AKB 入ってだいぶ人生変わったからね、本当に。うん、サンタさん。昔ゆうちゃんもなあちゃんも土地って言いよったね。あ、そうなん。いや大事だよ、土地持ってるのは大きいよ。むーちゃんが AKB のおかげで毎日楽しいと。ほんと嬉しい、そう言ってくれて。人との出会いがすごそうって。そうなのよね。単純にAKB 入ってから本当だったら大西の人生でもう一生を超える分ぐらいの方と出会ってるから。そうなのよ。うん、まずたくさんの人と出会えた、出会えるっていうので、まず大きいよね、それは。あとちゃんと自分の意思を持っ、意思が分かるようになった。今自分は何を考えてどうしていき、なんだろうな、ちゃんと自分の意思を持つようになった。そう。いろんな経験ができた。うん。そう。AKB 入ってなかったらあんな喜ぶこともなかったやろうし、人生で。あんな悔しい思いすることもなかったやろうし、あんな悲しい思いをすることもなかった。なんかもうこの喜怒哀楽の全てをもう AKB が全部教えてくれた。そうから、それを経験できるってだいぶ大きいと思うの。今後何かを乗り越えていくときに、そう。ね、AKB 入ってなかったらそんなね経験もできなかっただろうからね。入ってよかったなって思うよ。うん、男にもたくさん好かれたしないってえらいトゲのある書き方やな。
男性にも女性でも性別関係なくね、たくさんの方に好きって言ってもらう機会はすごく大きくな、多くなったしね。でもその分悪口を言われることだったりもね、めちゃめちゃ多くはなったよ。うん、そうだよ。普通のだって、まあなんだろう、 AKB に入ってなかったらねえ、言われなかった言葉をいっぱい目にしてきたりとかしちゃったからね。まあそれはね、まあいろんな経験があるよねっていう。しかも知らない人からねって、まあね、そうね、確かに知らない人から悪口言われることないもんね、普通に聞くから。メンタルは強くなったって、どうなんやろうね。メンタルが強くなるって難しくない？なんかそのまあ例えばさ、メンタルが強くなったっていうさ、そもそもがさ難しくない？うん、ダメージを受けてこそ、なんだろうね、難しいよね。ポジティブに言うならさ、なんかまあいろんな言葉を受けてとか、まあでもそれでも なんて言ったらいいんだろうね。メンタルが強くなるって難しくない？言い方として。ただそこについて諦めがついてしまったのか、何も感じなくなってしまったかっていう、麻痺して。だからメンタルが強くなったって難しい言葉よね。だって結果さ、どの人間でもさ、なんだろう自分の悪口を言われて傷つかない人はいないと思うの。でも、まあ、こういうお仕事だからさ、まあいろいろ言われるじゃない。でやっぱそれでね、長年続けてって、昔は少しの言葉にも傷ついたけど、今はメンタルが強くなって泣かなくなりましたとか、そういう言ってるだけな、なんか感じもしちゃうもんね。なんかメンタルが私強くなったっていうことによって、なんかもう自己防衛というかさ、うん、本当に気にしない人なんて多分いないと思う。気にしないよって言ってるだけな気がするけどね、知らないけど。うん、いろいろあるよね、まあ、みんな同じ人間だからね。結果それぞれ性格はあるけれどもね。
まあ何言われようと可愛いもんなって。まあね。まあね。まあまあ。ねえ、みんな笑い合っていたいよねっていうね。今日も可愛いよって、ありがとう、本当ありがとう。ふん。明日も可愛いかもしれないって、そんな当たり前やん。大西が可愛くない瞬間なんてないよ。あると思う？ないでしょ。ないでしょ。何してても可愛いねんから、自分でもびっくりするわ。ほんと何してても可愛い、どの瞬間でも可愛い、びっくりすんだよマジで。変わらへん。努力をね、まあ、なんだろうね、まあ、なんだろうね。まあ何でもええね。わ、今回の MV 見てファンになりましたって。久しぶりのリップグロス、もしかして。嬉しい、ありがとう、見つけてくれて。違わないとかな。ありがてえ。眠、何時に終わるか決めよう。40分に終われるようにするわ。それまでにランキングの方読んでって感じにします。久しぶりのリップグロス歌番組でリアタイしたいって、全部寄ってあって録画だったって。あら、録画してくれてるのありがとう。斉藤渚さんが通知入れてこれ見てると思うと面白いって。いや、あ、そうか、フォローしてくれてんのかな。なんかなんだっけな、一回なんかあのこの画面のさ、スクショがさ送られてきてさ、多分なんかそんなことあった気がする。え、見てたみたいな時あった。そう、恥ずかしいわ。かわいい、なあたん。あ、寒いよ。え、そう。
そうご飯行こうねって言っててさ、全然そうあれだから、そう11月もう11月か12月ね、今年中にどっかでね、ずんちゃんとかも込みでね、みんなで行けたらいいな。うん、嬉しいね。こうなんだろう、同業というか、なんというか嬉しいよね。そうやって声かけてくれたりするの、 AKB 以外の方とか。そうなんかさ、おいさ、たまにさ自分の Twitter のフォロー欄っていうの、フォロワー欄かとかたまにこう見たりすんのよ、誰フォローしてくれてんのかなみたいな感じで。そう、それでたまにその芸能の人とかがフォローしてくれてて、えってなる時がある。そう、会ったことない方とかでもたまに会って、誰が驚いたって、えめっちゃ前に驚いたのは、それこそ粗品さん、めっちゃ前やから、なんかラジオでもそれ話した気すんねんけど、そう粗品さんがツイッターフォローしてくださってて、まあ会ったことなかったんだけど、この間初めてねあのお会いして、でも全然喋れてはないからあれなんだけど、粗品さんがフォローしてくださってたりとか、そうね、あと最近びっくりしたのが、それはインスタやねんけど、あのアイアイちゃん、アイアイちゃんっていう、そう、あそう、元エビ中の、そうアイアイちゃんがインスタをすごいいいねしてくれてて、ストーリーとかって見れるじゃん、なんか誰がなんか見れるのよ、なんか誰が見たのかみたいな。でもたまにあそういらっしゃって、あれみたいな、そうびっくりしちゃった。そう嬉しい。あと他にもツイッターでもね、他にもそういうことがよくあって嬉しい。どこで知ってくれてるんだろうってすごい思う。うん、ちゃんもいいねとかするのって、インスタはあんませえへんかもね。携帯を見る頻度が少なくて、私単純に。そう、いやでも嬉しい。ももちゃんのツイッターのいいね欄、時々可愛い動物いてほっくりするって。ツイッターのさ、それこそ最近でよく秋田犬のねワンちゃんが流れてくること多くてさ、そうめっちゃ可愛いのよツイッターって。さ可愛い子がいっぱい流れてくるのよ、動物あのタイムラインに、なんか知らんけど。もしかしたらいいねよく押してるからかな、かわいいみたいな。でもしツイッターとかもフォローしててさ、そういうワンちゃん猫ちゃんみたいな、ちがわいいと思って、
TikTok のいいね欄動物率高そうって、私 TikTok おすすめ流れてきたやつめっちゃいいねする。何とかも関係なくなんかいいね押しちゃう。誰でもいいね押しちゃう。何の動画でもいいね押しちゃう。そう。なんかいいね押しちゃうのよ。いっぱいおすすめされるからさ、いつまでもいいねして。時間入れって、眠いね。今日なんか一日眠かったわ。ということで、じゃあそろそろランキングの方、1位の方から呼んでいきたいと思います。よし、明日は早いの？明日多分早くないのよ。今日も朝ゆっくりだったのよ、わりかし幸せ。でもこの後ちょっといろいろすることがあって、私そうまだ全然今日ちょっと寝れないから頑張ります。じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位、刑事陣地を超えた尊ささん、ありがとうございます。イエイ、合ってる読み方。そして2位がまさみさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が島猫アットマーク大西のことがてんてんてんさん、ありがとうございます。イエイ。これなんか続き書いてんのかな。そして5位がよっちゃん&ゆうももちゃんももち大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がさとちやっとマークおにしぐんさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が MM ルールズやっとマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。そしてそして、これ陣地を超えたやつ。あ、なんかタワーに書いてる、それ陣地を超えた尊さ、合ってた読み方。あ、1位と2位の方あって、ありがとう。陣地で合ってるって、何これ。何これ、地面で見た。よし、じゃあ1位と2位の方、じゃあまず1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。じゃあ、刑事さん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 、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。そして続きまして、まさみーさん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 、タワーありがとうございます。ありがとう、イエイ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いや、もう本当にね、皆さんたくさんたくさん
いろ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 全てありがとうございます。全て存在してくれてありがとうございます。ということで、ではでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。